どうも、チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です。えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思います。この動画は朗読動画となっております。音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見つともお楽しみいただけます。また、すぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用ください。さて、本日朗読していくのは野村古道作、悪魔の顔です。 えー、野村古道はですね1882年生まれ1963年没の日本の小説家です、えー、野村古道といえば銭形平次鳥物町シリーズが、えー、すごく有名なシリーズなんですけれども、えー、実は他にも探偵役となったキャラクターがおりまして、えー、それがこの作品に出てくる千草十次郎という新聞記者なんですね、えー、相棒の早坂勇などこのシリーズではおなじみのキャラクターも もちろん登場してきます、えー、このチャンネルでもですね音波の殺人ですとか、えー、呪いのダイヤモンドですとか、えー、たくさん朗読していますので是非そちらも聞いていただければなと思いますそれでは改めまして本日朗読していくのは野村古道作「悪魔の顔」ですそれでは本編をどうぞ 野村古道悪魔の顔物騒な話題そんな君の悪いお話はおよしなさいませんそれより東京座のレビューが大変面白いそうじゃございませんかと話題の転換に骨を折っているのは主人石井慶之助氏の夫人ナミコ若くて美しくて 客が好きでもの惜しみをしないというので卑しくもこの屋敷に出入りするほどの人たちからすばらしい人気のある夫人でしたその美しい夫人の魅力をもってしてもその晩の話題ばかりはどうすることもできなかったのですぜいたくな接待たばこの煙がもうもうと立ち上る中に不思議な横柴な陶酔に浸って男客たちは 犯罪の話に夢中になっていたのです。まあそう言うなよ。主人の慶之助はまるまると太った手を振って、美しい夫人を夫人客の方へ追いやりながら。物を盗まれるのは油断があるからで、盗む方ばかり責められないと同じ筆法で、私は殺される人間もあまり賢くないと思いますよ。 つまり殺される方に油断があるからつい殺しての方も誘惑されると言ったわけでしょうそんなもんじゃありませんかねハハハ見事に剥げ上がった前びたいをなで上げながらビールだるのような腹を揺り上げてカラカラと笑いましたいやそんなことはありませんご主人のお説が本当なら殺される人間はみんなバカで 石飾の手に倒れた有名な政治家も地上関係で殺される市政の優等児もあまり変わらんことになりますというのはこの屋敷に毎日のように出入りしている名氷三郎といいう若い紳士です旧家の若主人で広い屋敷と恐ろしい貧乏とそれに不相応なつまらない格式とをにや回にしている青年の一人ですが 五分もすかさぬ行き届いた身だしなみと磨き抜いたような滑らかな顔にどっか女のような柔和な感じがあります夫人のなみことは分けても懇意で表立っては「奥さん奥さん」と言っておりますが陰へ回ると「なみこさん」といったような無礼を聞くそうで雇い人たちにまで変な目で見られております 私は石井さんのお説に賛成したい。犯罪はめったに偶発するものでないから、慎重にして、忠密なる注意によって、大部分は未然に防ぎ得るものです。医学博士の堺晃三は、くさび型のあごひげをひねりながら、さすがに学者らしいことを言います。お前はどうだなんか面白い説はないか 主人の慶之助に声をかけられてハッと息をのんだのは伝翔平という青年紳士です主人の甥にあたるそうで子供の時からこの屋敷で育ちましたが体が弱い上に学者肌で人前で口を利くのさえ痛々しいようですさっきから立て続けに恐ろしい話を聞かされて青白い上品な顔をすっかりこわばらせているくらいですから 人殺しに対する意見などがあるわけもありません僕にそんなことはわかりませんハハハハ君は動物学のことしかわからない人間だっけ慶之助は老いの困り抜いたような顔を見ていかにも面白そうに笑いこけます一座はほんの七八人 外に隣室に退いてこの物騒な話題から遠ざかっている婦人客を加えてみんなで10人も会ったでしょうか石井夫妻の客好きがさせる恒例の晩餐会は自慢のコックに存分の腕を振わせた後別室で軽い西洋酒をすすりながらいつもながら無遠慮な話が弾んでいたのですご主人は相変わらずウイスキーばかりですか 糖尿病には日本酒とブドウ酒が悪いそうで主治医の酒井博士よりも家内の方がやかましくて飲ませませんよハハハハハつまらないところでのろけられて相手の小西という中老人は少したじたじとなりましたが陣を立て直してそれはどうもごちそうさまでいやもう わたしがうっかりかしでもつまもうものなら、たいへんなさわぎで。はっはっはっはは。これはますますたまらん。笑いの大爆発に、例の陰惨な人殺しの話も吹き飛ばされてしまいそうです。たいそうおにぎやかですこと。なんかわたしの悪口をおっしゃったでしょう。と、 堺のドアを開けてクジクのように立ったのは奈美子夫人の美しい姿です聞こえましたかうはっはっはっは小西老人は一人で絵に行っておりますそれはそうとさっきの話のけりをつけましょう千草さ,さんはどうじゃなさっきから隅の安楽椅子に持たれて 黙って一座の殺人論を聞き入っている名記者千草十次郎の方へ矛先が向けられました私には分かりません毎日毎日血生臭い事件を扱っているとかえって頭が混乱してしまってその間から公式も哲学も見いだす気にはならないのですなるほどそういったものでしょうなしかし 石井圭之介がなおも殺人論へ話を持っていこうとすると客間のドアが音もなく外から開いて「お父様お時間でございます」そっと貴族的な感じのする美しい顔娘の美穂子といって18歳繊細の子でママ母の奈美子とは12歳しか違いませんが が咲き誇る牡丹のように美しいのに対してこれはまたかすみ草のように寂しく頼りなくそしてかれんな娘でしたもうそんな時間かい相変わらず酒井博士は頑固で私にどんなことがあっても10時には寝なければいかんというのですあとは家内がおいたしますから どうぞいつものようにごゆるりと願いますごめんくださいそれでも名残惜しそうに娘の美穂子に伴われて寝室に退きますこんなことには慣れているものと見えて一座の人々は別に不思議に思う様子もありません年取った主人の存在は若い者がちなこの座にはどうでもよかったのでしょうただ 娘の後ろ姿を追う伝将平の目が不思議な情熱に燃えているのを千草十次郎は見落としませんでした内気な動物学者の目にもあの可憐な娘の姿が決して無意味には映っていなかったようですアヒサン中毒 石井邸の晩餐会のプログラムはそれからあとで本題に入るのでした男客と女客との隔ては撤回されて遊戯と談話が年齢も時間も超越して夜とともに取り交わされるのでした女盛りの豊満な美しさにあふれる石井夫人は一座の女主として本当にうってつけでした話題が豊富で、 大胆で少し悪魔的でウィットがあってそれで滅法界美しいのですから雑談と舞踏を中心とする一座の女王にはこんな適任者はめったにありません一座の空気が次第に濃厚になると一番調子づくのは芦名氷三郎でこの男の柄は不思議なほど上滑りな空気にピタリとはまります その間に蓮将平だけはひどく迷惑そうで脅かされた野うさぎのように隅っこの方に小さくなって爪をかみながら陥落の渦を眺めております11時ごろにはもうすっかり調子づいてわっわっという騒ぎどんな大事件が起こってもこの恐ろしい寒気を阻めそうもありませんパン 大変お奥様ふいに廊下の外へ恐ろしい悲鳴が響きます陥落の渦はピタリと止まってみんなの表情は一瞬恐怖にこわばります奥様旦那様がた大変でございますドアを押し開いて飛び込んだのは主人好きの女中 どうしたの、旦那様がどうかなすったのかえナミコ夫人が一番に廊下に出ると続いて酒井博士が飛び出しましたやがてその後を追おうとする男女の来客の雪崩ははしご段の下で酒井博士に食い止められてしまったのですご主人が急病だそうですしばらく私に任せてください男女の来客は、 すごすごと元の客間に引き返しました夫人と主治医の博士が引き受けた上は来客たちは押してもというわけにはいきませんそれから三十分もすると客の半分は帰ってしまいました千草十次郎は何遍か立ちかけましたが妙に新聞記者の第六管が働いてこのまま立ち去る気にはなれませんなんかしら きの,の中には事件のにおいがしてきたのですやがて年のわりには好奇心のまんまんとしているらしい小西老人が滑るように客間を出て10分ばかりするとまた滑るように帰ってきました「聞きましたよ」「安楽椅子の中へ深々かかと埋まっている千草十二郎の耳のそばへ来てものものしい塩辛声をひそめます」 ご主人は自殺されたらしいえこれはちぐさばかりではありませんそこにいる全部の人たちの耳に入ったものと見えて一種物々しい簡単の叫びが漏れます酒井博士はアヒ酸中毒だと言うそうですがそうすると他殺の疑いもあるええ 十次郎ははじき上げられたように立ち上がりましたもう殺傷事件の外交をするような若い記者ではありませんが目と鼻の間で起こった事件というと昔とった杵塚でさすがに猛烈な職業意識が働きかけます十次郎が2階へ行った時はまだ係官は来ておりません驚きのうちにも職業的冷静さを取り戻した酒井博士は これも案外しっかりしている奈美子夫人を励ましながら最善を尽くして看護しておりますああ千草君かとうとう君の方の種になったがこの材だから多めに見てやってくれたまえ酒井博士はちらとかえりみて名記者の表に筆止めのまじないを投げかけます書くかからいは別問題で事件があると。 どうもやはり知らん顔はできない。そうだろうね。隠してもしようがあるまいから、ご主人の命に万一のことがない限りは、新聞へ書かぬという条件で、君の職業意識が満足するまで見ていくさ。で、ご主人はどうなされたんです自殺なんてことは考えられないが。そこだよ。 こんな模範的な楽天家が自殺などを企てようはずはない。それについ1時間前まであのとおり元気だったのだから。で、僕は他殺ではないかと思う。手当てを加えながらこの辺を見ると半分開けたサイドテーブルの引き出しにチョコレートの箱がある。そのチョコレートが、 どうも臭いんだ。夫人に聞くと一向知らなかったと言われる糖尿病患者はひどく甘いものを欲しがるからこれは多分夫人にも隠して時々そっとつまんでいたものであろうと思う今晩も寝室へ入るとすぐそれを2つ3つやったらしいがその中にアヒさんが入っていたからたまらない。 誰がどうして入れたんですそれは私にもわからない今夫人の承諾を得て電話をかけたからやがて係官が来て調べてくれるだろう私はただご主人の症状がアヒ酸中毒で引き出しの中のチョコレートは3つだけなくなっているが調べてみると 上側のチョコレートの銀紙は全部包み直したものでその一つ一つへ多量のアヒさんが入っていることだけを発見したにすぎないアヒさんとどうして分かったかというのかそれはわけはない検出の設備のない時は疑わしいものを炭火に放り込んだだけでもいいアヒさんが入っていると ニラのにおいがする。で容体は「非常に悪い」「あひさんは大抵吐いてしまったが心臓が弱いから」「多分」酒井博士はそっとちぐさの耳にささやいて眉をひそめました疑惑は美穂子に。 顔なじみの酒井博士は相手をむやみに書きたがる新聞記者でないと知ってこれだけのことを説明してくれました信頼を隠すように引いたカーテンの裏には半死半生の主人石井圭之助が横たわって派手な夫人の奈美子と寂しい娘の美穂子とすっかり面食らってしまった甥の将兵とが一生懸命看護に骨を折っている様子が 手にに取るようわかります。折から玄関の方に自動車の音やがて多数の足音がドヤドヤと式台にかかった様子です警官が来たらしいぐさ君は遠慮した方がいいだろうぐさ十次郎は黙って引き下がるよりほかはありませんでした入れ違いに所轄署から来た警察医と警官の一行 これも黙々として寝室へ入っていきますどうでした千草さんやはり多殺でしょうと顔を出す小西老人その背後から芦名氷三郎の青い顔が神経質にのぞいておりますらしいで下手人は小西老人は 年配柄こんな古風な言葉を使いますが辺りの空気が緊張しているのでそれも別におかしくありませんそんなことはわからない再び恐ろしい沈黙が一座を支配しましたこうなるとかえって後ろめたいような気がして今更帰ることも抜けることもできませんそれからまた30分ばかりたちました ととうとう、いけなかったそうだ。えあのとおり太っていたから心臓まひを起こして亡くなったそうだ主人の死んだうわさがどこからともなく客間へ伝わります千草十次郎は廊下を通る老羊を捕まえて聞くと「はいお気の毒なことでございます。 頑固そうななは言葉少なに目をしばばたくばかりです。石井慶之助が毒死したと聞いては酒井博士の口止めがあったところで新聞記者が黙っているわけにはいきません千草は早速玄関へ行って新聞社へ電話をかけ宿直の者にこの大特種を報告した上応援を2人ばかり至急頼みます「おーラ兄貴しっかりしろ」 いが飛んでいくぞ。芦野勇むこと早坂勇のはち切れそうな声がどんなにちぐさを心強くさせたことでしょう客へ引っ返してくると踏みとどまった客はひとかたまりになってささやいております「お嬢さんが怪しいそうだ」というのは消息痛らしい芦名氷三郎の声です「チョコレートは?」 今日の午後にお嬢さんが竹屋から買ってきてあげたのだそうだ話は次第に具体的になります最後にお嬢さんは体が弱いので酒井博士から阿肥さんの眼薬をもらって飲んでいるそうだこの恐ろしい話を背に聞かせて千草十次郎は廊下に出ておりましたあの月見草のように寂しく 美,しい美穂子がどんな事情があったにしろ父親を殺す気になろうとは思えませんそんなバカなことがと打ち消すもとから物々しいうわさが誰が伝えるともなく次第に具体的にあとからあとから客間へ伝わります折から飛ぶように階段を降りる人影さっと十字朗の前に立ったのを見ると 青白い顔を少し興奮させてワクワク震えている美穂子千種さんどうしましょう私は怖い怖いなんということでしょうろうのような方を恐怖に引きつらせて目ばかり異様に輝く娘は性も根も突き果てたように千種十次郎の胸にすがりつきます美穂子さんどうしたんです え私は怖い何にもわからないんです父親の不意の死や自分に降りかかる恐ろしい疑いなどに転倒して娘はものを言うこともできませんさあ落ち着いてもう少し詳しく話してごらんなさい十次郎は娘の華奢な肩に手をかけてその怯えきった目をじっと見入りました かなり以前から知っているこの内気な寂しいけれども限りなく純潔な感じのする娘がどう間違ったところで父親を殺すはずもありません美保子は次第に十次郎の目の中から自分に対する信頼を読むと「お父様は死んでしまいました」だけど私は何にも知らないんです千草さん怖い 2階の寝室のドアを開けて誰やら階段を下りてくる様子ですさあ早く聞きましょう落ち着いてその次を話してくださいどんなことがあっても私を信じてください千草さん疑いはみんな私へかかるようになっているんですで万一のことがあったら姉へ知らせてください あ、誰か来る姉は竹屋マネキン美穂子の言葉はここでつきました追いすがるように階段を下りてきた警官の一人は娘の肩へ手をかけてさあもう一度来てください聞くことがある冷たい鉄のような言葉の下に美穂子の体はヘタヘタと廊下の絨毯の上へ 崩れた花びらのように座り込んでしまいましたその人に罪はないそんな恐ろしいことがそんな恐ろしいことが美穂ちゃんにできるわけはない警官と美穂子の間へ必死の身を踊らせて入ったのは美穂子には遠いいとこにあたる蓮翔平です青白い顔をすっかり興奮さして日頃の臆病にも似ず 一生懸命がさせる力いっぱいに警官の胸を押し隔てますこら何をする一喝とともに警官のたくましい腕が横に動くと伝承兵の体はもろっ切れのように消し飛んで廊下に並べた棚にどこか打った様子しばらくは起き上がる気力もありません 新州の親子実業家石井慶之助の開始は東京新報の大徳種で明くる日の帝都を驚かしました令城美穂子がその場からすぐ降印されたことは千草十次郎の行為で新聞には書きませんでしたが身内から重大なる権疑者が挙げられたという暗示的な記事がかえって世の好奇心に投じて大げさな噂が のびのように四方へ広がっていきました。ぼつぼつ弔問の客が見え始めた9時半前後1台の自動車が玄関前に停まるとその中から恐ろしい派手作りな若い女が1人おりましたちょうど自分の家へでも帰った人のように何の躊躇もなくトントンと式台の上へ上るのを見ると「ああお嬢様 偶然取り次ぎに出た老羊は飛び上がるほどに驚いて、狂然と玄関に立ちすくみます。じいやかいお父様が亡くなったって本当かえ本当も何もお嬢様。その上、お妹様が下手人だなんて、そんな間違った話があるものじゃございません。ええ美穂ちゃんがかえ さようでございますよお嬢様事態容易ならずと見た若い女がそのまま奥へ飛び込もうとする前へどなたですぴたりと立ちはだかったのは今日からは未亡人になった夫人の奈美子興奮と不眠に少しのぼせてはおりますがこの屋敷を背負って立とうとする強烈な意志が動くせいか深い嘆きのうちにも ななんとなくキッとくしたところがあります。奥様大きいお嬢様の関子様でいらっしゃいます老羊の鳥りなし顔な言葉を待つまでもなく奈美子夫人にはこの相手の名がわからないはずはありません自分の前に立っているのは3年前自分がこの屋敷に入り込んできた時どうしても自分を母親と呼ぶのが嫌だと言ってあてもなく飛び出してしまった 強情なママ子の顔です内気で寂しい妹の美穂子に比べると姉の関子は美しさも情の怖さも大変な違いでした元より親類へ寄りつくこともできず飛び出したところでその日から困るに決まっていると父親の慶之助が鷹をくくっていたのを裏切って関子はその日から芳じな無謀な生活へと落ち込んでいったのでした そんなことで関子はいつの間にやら感動同様になり若い美しい妻に溺れた父親の生活からは次第に遠ざかってしまいました妹の美穂子は父とママ母へいろいろ取り出しましたが姉にその意志がない以上はいくら清んでも呼び寄せる方法さえつかなかったのですそんなことから美しくて健康でそして勝ち気な 少しばかり放浪性のある関子は世間並みの目から見れば危険とも何とも言いようのない生活へ落ちていきました最初は女記者それから女優近頃ではデパートで万人に生きみをさらすマネキンガールまでやっているという噂でした黄色い様相と不思議な化粧はこのマネキンガールの様子を エジプトの昔語りの女王のように妖艶なものに見せました。なんという卑いしい風でしょう。そんな恥ずかしい様子をして入ってはいけません。亡くなったお父様の恥になります。マネキンなどを娘に持ってはいません。お帰りなさい。帰んなさい。ママ母の激しい言葉の前に、関子はじっと立ちすくみました。 その顔はおしろいの色が変わるほど真っ青になって美しい口元がピリッピリッと引きつりますお父様にたった一目お会いすることもできないのですか帰んなさい関子の目からは大粒の涙がポロポロとこぼれましたががそのままママ母へ背を向けて 物も言わずにぷいと外へ飛び出しますナミコはそれを見ると張り詰めた気が緩んだものかよろよろと後ろへ下がって玄関の壁へ片手をかけました美しい瞳は怒りに燃えて夏の日のように乾いております勇あの娘の後をつけるんだ合点。 物陰からこの様子を見ていた千草十次郎は応援に来ていた芦野勇を顧みてこう言いますマネキン登場3日目に美穂子は釈放されました。最初は疑いが濃厚で東方新報以外の新聞は筆をそろえて真犯人扱いにしましたが千草十次郎は 不安がある編集長を説き伏せて最後まで美穂子を疑うような記事は掲げずにしまいました事件の中へ名探偵花草一郎が飛び込んでくると美穂子にかかる疑いなどは薄紙を剥がすように消えてしまったのですチョコレートは美穂子が買ってやったものに相違ありませんし美穂子はアヒさん入りの眼薬を競争剤に用いていることも事実ですが 薬の,のあひさんの含有量は非常に少ないうえ酒井博士が200粒やったうちまだほんの10粒ぐらいしかなくなっていないのに父親を殺したチョコレートの中にはかなり多量のあひさんが入っていたことが分かったのですこの簡単な算術は美穂子の汚名を完全に救いました3日目に帰ってくるとさすがにママ母のなみこも喜んでくれましたが ん美穂子の無事な顔を見るとそわそわしてほとんど仕事も手につかないほどでした犯人は美穂子でないとすると事件は迷宮に入ってしまいます花房一郎は多量のあひさんの入っていた経路を調べているようでしたがそれも容易には分かりません葬儀万端済んでしまって石井家もようやく落ち着いた頃 しばらく遠ざかっていた芦名氷三郎はまた足しげく未亡人のなみこを訪ねるようになりましたがこれといって疑わしい点もありません芦名という男は園芸に趣味を持っているそうだね花さ一郎は不意にこんなことを十次郎に聞きますそうだって言うよあの男は今でこそ貧乏しているが先代の時代は大変な景気で 屋敷だけでも何万坪とかあるそうだもっとも幾重にも抵当に入っているって話だがその庭園を利用してなかなか大げさな園芸をやっているんだそうで本人もひどく自慢らしいよアヒ酸や青酸やニコチンなどは園芸家が害虫駆除に使うだろうえ花房一郎の恐ろしい頭の働きは 氷三郎の上に市松の疑いをかけているのでしょうか何ちょっと人から聞いただけの話なんだ半年ばかり前に葦名という男は多量のあヒさんを買い入れたことがあるそれは着り屋を調べて分かったことなんだがただそれだけの話だよ黙っていてくれ新聞記者と刑事と材料の交換はよくあることですが 名探偵の花房一郎と名記者の千草十次郎の交際はそんな浅はかなものでなく利害を離れた友情になっているのでお互いに信頼し合う結果がついこうした打ち明け話にもなるのでしたしかし花房一郎はいつまでたっても足名氷三郎を縛りそうもありませんそればかりでなく二三日たつと何もかも忘れてしまったように と談笑していることさえありました花房一郎ともあろう者が啓白者の葦名と親しくしているのを見て千草十次郎はどんなに眉をひそめたか分かりませんそのうちにまた一つ新しい事件が起こりましたそれは奈美子に恥ずかしめられて亡き父に最後のいとまごいをすることもできなかった関子は 法律上は依然として石井圭之助の長女で拝着も何にもされていなかったのを幸いママ母の奈美子を相手取って遺産引き渡しの訴訟を何かの形式で提起しようとしていることが分かったのですこんなことが分かると世の中は面白がって尾ひれをつけますそれに立役者の関子が竹屋デパートでマネキンをやっていると分かったからたまりません この記事が写真入りで新聞に出ると竹谷デパートはもの好きな客で押すな押すなという騒ぎ5階の五婚礼道具17基の陳列場に西洋風の花嫁の装いで白い薄物を着て立っている神々しいばかり美しい関子の前は毎日毎日見物の黒山を築く騒ぎですさすがの関子も驚いてマネキンをよしたいと言い出しましたが この人気に有頂天になった竹谷デパートの支配人は契約の期間を盾にどうしても聞いてくれませんその代わり給料は望み次第と大きく出ます 2> 第二の犠牲者あの女が関子と言うんだとよなるほど大変な者だ。 殺された石井圭之介の娘だぜあーおいおい前の方は帽子を取ってくれ後ろは拝めねえぜこんな騒ぎがマネキンの出る時間に幾度も幾度も繰り返します恐ろしく贅沢な婚礼道具を一面に飾り立てた中に白い薄物に包まれた関子は午前1時間午後1時間 人形のように立つのですが、あまりの凄まじい人気で群衆がなだれ込む心配があるので、前へおびただしい。婚礼のちょうどを置き、後ろへ一段高く台を作って、境の白い幕に背をピタリとつけるように立っているのでした。洋風の高価な化粧で全く純白に装われた。関子の花嫁姿は世にも美しく老たけたものでした。 おを持てながら豊満な肉付きで夢見る目をうつむけシンクの貝殻を合わせたような唇に少しばかりの微笑を匂わせて真珠色の肌をわずかに薄物に隠した風情は全く石井慶之助の毒殺事件と関係がなくともマントの人を濃殺し尽くさなければやまなかったでしょうこいつは全く素敵だどうしたんだあ ざわめく大群衆を前にしてどうしたことか花嫁姿の関子はよろけるように前へ一足踏み出しました「うーん」と一言美しい顔は悶にゆがんでさっと愛のように真っ青になるとそのまま白百合のように崩れて後ろへはさっと咲いたような父をみるみる薄物を染め まん根を浅め床を浸してその中に倒れたマネキンの肉体は最後の苦問にうごめきますおびただしい群衆はしばらく水を打ったように静まり返りましたあまりのものすごいシーンに直面して物言うことも身動きをすることも忘れてしまったのですやがて23秒の後恐ろしい大動乱と大恐慌が はちきれそうになった場内の群衆をふつふつと煮えくり返させましたあわという重く鈍い大合唱が恐ろしいカラキリ声の悲鳴を交えてしばらく続きます刑事が来る医者が来る群衆を追い出して手負いのマネキンを解放したのが10分も経ってからのことでした 傷はまんまく越しに真後ろから心臓をひとつきに刺したもので全く助かりようはありません係官が来て調べを始めたのはそれからまた1時間ばかり後のことでした婚礼道具陳列場の後ろはまんまくを張って臨時の通路にしていたので誰が通ったかわかりませんそれにマネキンの顔を見せる時間は 群衆はみんな前へ回って幕の後ろは空っぽになっていますからどんな人間がやったか誰も見ていたものがなかったのですとにかく薄物一枚の花嫁姿といっても幕を隔てて後ろから心臓部をひとつきにやったのですから腕はよほどさえていなければなりません刺した獲物は外国出隊の鋭利な担当で鑑定家に言わせると コルシカ辺りでできたものだろうということです石井家の関係者だ遺産引き渡しの訴訟が噂に上がった頃だったので世間ではすぐそう言いました世間で気が付くくらいですから当局ももっぱらその方針でいろいろ調査の方を進めていましたがさて分かりません石井圭之助を毒殺したのと同じ人間の手だろうという点は 誰でも一致しましまたが、土台石井慶之助を殺した手がわからないのですから手の打ちようがなかったのです網の目。あの担当は芦名氷三郎のものだ未亡人の奈美子は芦名を使って関子を刺させたのだ。 こういった当初が全く違った首席で2通も3通も警察へ舞い込みましたそれを見るまでもなく千年南フランスからイタリア辺りへ長い旅をしたこともある芦名氷ロ郎はその日のうちに警察へ呼び出されてしゅん烈な尋問を受けましたこの担当はお前のかそうです私のにそうやりませんどうしてわかる 同じような担当はいくらもあるだろうと思うがこれはコルシカの名物屋で買ったんですから世間には同じ担当はたくさんあるわけですが柄の象下に私の名前のイニシャルを彫ったのはこれしかありません地染めの担当を前にして芦名兵三郎は平気でこんなことを言っておりますではどうしてあんな場所にあったんだそれは分かりません 私はこの担当を1ヶ月も前に盗まれたんですそれは本当か誰かそのことを証明するものがあるか残念ながらありませんつまらないものですから届け出もせず人にも言わなかったのですこの調子では芦名兵三郎に対する疑いは深まるばかりですが本人もそれを意識しながらどうすることもできないといった様子です あの日石井関子が殺された時刻ちょうど午後2時と3時の間だお前はどこにいた銀座を散歩していました誰かに会わなかったか会ったような記憶はありません何という頼りなさでしょうこれではアリバイも持っていないことになります芦名氷三郎はそのまま留置されてしまいました 一方花房一郎は関子の刺された現場を一応調べたからすぐ石井家へ引っ返してしばらく自由に調べてみたいから当分泊まり込むかもしれないと言い出しました未亡人のなみ子はそれを拒む理由もないのでどうぞご自由にと承知しましたがなんか腑に落ちないところがある様子であまり口もききません 美穂子は花房一郎に恩があるので何くれとなく世話を焼き美穂子の危険ばかり心配しているような伝将兵もそれに付きあって何くれと花房一郎に好意を示しましたそれから23日たったある日の午後千草十次郎が石井家へ訪ねていくと花房一郎はしきりに家の外角を回って土台や窓口 塀などを調べております。あの人は悪者は外から入ってきてチョコレートへ毒を入れたと思っているようですよ美しい菜美子夫人はかなり激しい敵意を持った口調でこう言いながら塀の穴などを探している花房一郎の間延びした姿を窓から刺しましたあの男は非常にいい頭を持っていますから今にきっと犯人を探し出すでしょう ですからあんなとぼけた様子をするのが憎らしいんです私が怪しいならなぜ私が怪しいとはっきり言わないのでしょうそして男らしく私の部屋なり体なりを調べたらいいじゃありませんか夫人の美しい眉はピリリと神経的に潜みます花房一郎が自分を疑っていると思うことがこの美しい未亡人にとっては たまらない不愉快なことだったのでしょう10分ばかりの後千草は夫人の素晴らしい魅力と完璧から逃れて家の外へ飛び出しましたおいおい大分夫人のご機嫌が悪いよ千草は庭を横切って花房探偵の方へ近寄っていきましたかなり高層な庭園でこの辺へ来ると どこからも人に見られる気遣いはありませんほっとけほっとけ今に分かる犯人の目星はついたのかいや一行花房一郎はケロリとのどかな顔を上げて秋の空を仰ぎながら続けますしかし芦名氷三郎でないことだけは確かだよえ本当かそれは 本当とも芦名が犯人ならいくらなんでも自分を陥れるためにあんなにたくさん証拠をそろえないよひさんなんてバカな毒薬を使ったり自分で担当で人を刺してそれを現場へ残してきたり簡単なアリバイも作らなかったりだから今朝僕が証明して釈放してやったよでこれからどうするつもりなんだ 網を作っているところだよ。大きい大きい網だ。目がこうして歩いたところが呪文の網になるんだよ。わからないかね？ハハハハ。全く何を言い出すかわかりません。ちぐさはあっけにとられて花部さの顔を眺めていました。君にだけそっと言っておくが、今晩なんとかうまく話をつけて。 爺やの部屋へ泊めてもらいたまえ面白い芝居が見られるよ犯人が捕まるのかまあねただし人に言ってはいかんよ誰にも言ってはいけない夫人にも美穂子さんにもい平君にも千草十次郎の胸は期待に高鳴ります分かったか一度さようならをして外へ出るんだ そしてほらこの穴からそっと入るんだ花房一郎は足の先でそっと生け垣の穴を刺します「君は僕も一度帰る花房一郎がこの家にいては魚は網にかからない花房一郎はこう言い捨てて後ろも振り向かずに歩み去りました池 い,ったい,いくつ探す気でしょう悪魔の姿その晩2時頃奥から恐ろしい物音が聞こえましたじいやの部屋で固唾をのんでいたちぐさはまっすぐに廊下へ飛び出して2つずつ階段を飛び上がると「ここだここだちぐさく君!」 花一郎の声が思いもよらぬ美保子の部屋から聞こえますドアを押して懐中電灯の光と一緒に飛び込むと花房一郎は何やら床の上へ押さえつけて「さあこれが犯人だ悪魔の顔を見たまえ」と懐中電灯の光の中へ組み伏せた殺人鬼の顔を晒しましたあ デン花房の膝の下に敷かれて周回な怒りと失望に燃えているのはあの臆病で打ち気で病針な蓮将平の顔に相違ありませんが日頃の憂鬱な優しげな表情などはどこにもありません本当にそれは花房一郎が言うとおり悪魔の顔ですとうとうはにかかったよ 恐ろしい魚だ。未亡人もじいやも美保子も事情を察して飛び込んできたものと見えて廊下に固まって震えながら部屋の中を覗いておりますもう大丈夫翔平を縛り上げて誇りを払った花房一郎は電灯をつけて廊下の人たちを差し招きながら「こいつは本当の悪魔ですよ。 そのくせ恐ろしく頭がいいから私ももう少しでやられるところだった皆さんそれをよくご覧なさい自分が今まで横になっていたらしい美穂子の寝台に近づいて枕をどけて白い敷布を剥ぐとちょうど首の当たるあたりに堂々とブドウネズミの絹ひもが引かれてあります花房一郎が近づいてひもの一端を取って引いてみると 反対の方の端は、寝台の向こう側の鉄の棒にしっかりと結んである様子です。私は今日の午後ふとしたことからこの仕掛けを見つけたので、急にお嬢さんに寝室を明け渡してもらって、代わりに私が寝ていたのです。すると思った通り、2時を聞いてまもなくこやつがそっとやってきて真っ暗な中で敷き布の下から紐の端を探り出し。 私の首を越して向こう側へ一度くぐらせて引こうとしたのですそんなことだろうと思っていたので私はすぐ首を引いてこやつを床にたたきつけました本当に危ないところでしたよこれがお嬢さんだったらひとたまりもなかったでしょうご覧のとおりひもは細くて丈夫で6尺もあるしいったんを向こう側の棒に結んでおけば相手に目を覚まさせずに細工ができます 実際臆病で非常な悪人の考え出しそうなうまい方法ではありませんか花房一郎の説明を聞いてあまりの恐ろしさに美穂子はよろよろとママ母の腕に倒れかけました「お嬢さんもう大丈夫ですあれで何もかも解決したのですところで奥さんこの紐は誰のでしょう?あ」あ それは私のです美しい未亡人は美穂子を抱いたままその場へヘタヘタと倒れそうになります今度は千草十字郎が飛んでいって支えてやらねばなりませんでしたそうでしょうお分かりですか奥さんもう少しであなたはママ子殺しの嫌疑を受けるところでした私もいろいろ悪人の方を見ましたがこの天将平のように でで冷酷なのは初めてです。本当に天才的な悪人で頭のいいところを見ると一種の変質者でしょう奈美子未亡人と美保子の感謝を後に2人は2人は夜明けの町を丸の内へと引き上げました道ちみち花房一郎は千草十二郎のためにこう説明してくれますさんの出所？ 何でもないよ。蓮の道楽は動物学で時々動物の剥製を作るから亜紀さんは研究所へふんだんに用意してあるんだ私はそれよりも美穂子さんに疑いのかかるように仕組んだ手際や石井氏の糖尿病を利用した恐ろしい悪知恵に驚いたよ美穂子さんに気があるような素振りをしたのはみんなあの悪党の芝居さあんな男に 本当のあいななどがあるわけはないそれから足なしに害虫駆除にいいからとあひさんを買わせたのも担当を盗んで関子さんを刺したのもやっぱり伝将平さ解剖学の知識のないものが幕を隔てて後ろからあんなに器用に人間の心臓を刺せるものではないとにかく石井氏を殺したあと2人の娘を殺して その嫌疑を足しなしと未亡人の方へ向けるように仕組んだんだ。殺人の動機それは言うまでもなく、石井氏の大きい財産さ。みんな死んでしまえば、老いの伝将平が法廷相続人だ。おかげで未亡人も反省して、美保子さんを大事にしてくれるだろう。二人の乗った車は、もう、 丸の内についておりました。